皆さん、明日から夏休みとなりますが、一人の魔女として節度ある生活を送るよう心がけてください。分かっているとは思いますが、くれぐれも夏休みだからといって羽目を外しすぎないように。であるからして、これは魔法学会において由々しき事態であり、ところで明日から夏休みとなりますが、ルーナ・ノヴァの外でも魔女の自覚を忘れずに。さて最後になりますが、何度も言うようですが、明日から夏休みとはいえ、規則正しい生活を送ることで立派な魔女になるためには、やはり日々の精進が。今度こそ最後になりますが、新学期に皆さんの元気な姿を。校長先生、話が長すぎるよ。アークはずっと寝てたじゃん。過ぎたるは及ばざるが如しってね。あたし、カガリアツコ、憧れの魔女、シャイニーシャリオみたいな魔女になるためにルーナノヴァ魔法学校に入学したの。シャリオっていうのは、あたしに夢を与えてくれた奇跡の魔女。6歳の時にシャイニーシャリオの魔法ショーを見て、私の夢が生まれた。きっといつかシャリオみたいな魔女になるんだ。そうそう、シャリオが持ってたシャイニーロッドだって見つけたんだ。これってもう運命だよね。きっとシャイニーロッドが私をシャリオの元に導いてくれる。待ってて、シャリオ。それにしてもルーナノヴァに来てからいろんなことがあったな。それまで通販の魔法教材でしか習ってなかったから、魔法の授業を楽しみにしてたんだけど、魔法の授業って私が思ってたのとは違ったみたい。だって普通魔法の授業って聞いたら、夢や奇跡でキラキラ、そういうのを想像するでしょ。それなのにすっごく退屈だし、難しくてちんぷんかんぷんなんだもん。それでも飛行魔法の授業はすっごく楽しみにしてたんだ。だって魔女って言ったらほうきでしょ。私小さい頃からずっとほうきの練習してたんだ。そのせいで怪我もいっぱいしたけど、そんな小さい頃の夢が叶うんだ。そう思ってたのに、ティアフレーレっていくら叫んでもほうきはうんともすんとも言わないの。私実は全然ほうきに乗れないんだ。でも大丈夫、私だっていつかはほうきに乗って自由に空を飛ぶんだから。信じる心が私の魔法、やるぞ。最初は少し不安だったけど、ルーナノヴァでの生活はもう慣れたよ。友達もできたし、少しずつシャリオに近づいていってる気がする。いろいろ失敗してみんなに迷惑かけることもあるけど、こっぴどく先生に叱られることもあるけど、時々自分でも嫌になって落ち込むこともあるけど、私は絶対に諦めない。見てて、シャリオみたいな素敵な魔女になってみせるから。それに明日からはルーナノヴァに入学して初めての夏休み。何が起きるか今から楽しみ。ドッキドキのワクワク。それより夏休みだよ、夏休み。帰省するんだっけ。来週から2週間くらい帰省する予定。アッコはどうするの。今回はパス。アーシュラ先生が暇を見て魔法の特訓に付き合ってくれるし。通信も帰らないんだよね。キノコの世話があるからね。私がいない間2人とも仲良くしてよ。大丈夫だって。何も心配いらないよ。そう。
心配いらないよ。夏休み、どこか遊びに行かない？いいね。海とか、プールとか。新しい水着を買わないといけない。ブライトンベリーに買いに行く。もっと前のおしゃれな店で買いたいな。それでは、カガリさん。リネラン先生、あなたに少し話があります。この後、指導室に来るように。わかりましたね。アッコ、今度は何したの？わかんない。アッコだけ夏休みなしになったりして。やめてよ、怖いこと言うの。寄り道しないで生徒指導室に行った方がいいかもね。そうする。号外！号外だよ！夏休み直前、ルーナノバ七不思議特集だ！ルーナノバニュースネットワークの総力を結集して調査した記事だよ。号外？へえ、ルーナノバにも七不思議とかあるんだ。ルーナノバ七不思議だって。報道部もネタがなくなってきたのかね。お、ケロッカッコタンじゃん。もうやめてよ、その呼び方。悪い悪い。号外いる？もうもらったよ。今回の特集記事は力作だから、ぜひ読んでね。なになに？恐怖へ引きずり込む地面から生える手？顔のない肖像画が目から放つ怪光線の正体？呪いのドールの見事なボックスステップ？これ本当に七不思議？だってさ、なんかこれだけやけに地味だな。確かに地味。呼ばれて生徒指導室に行くところ。フィネラン先生に？アッコのことだから、どうせまた何か失敗したんでしょ。とうとう退学になるんじゃないかしら。そんなことないよ。ないはず。いずれにしろ、夏休み中に問題を起こさないよう、あなたは特に気をつけた方がよろしいですわ。ふん、夏休みに何しようと私の勝手でしょ。どうせアッコのことだから問題を起こすに決まってるわ。日本に帰ってもう戻ってこない方がいいんじゃないかしら。伝統あるルーナノバの名誉を汚すような行動は控えてください。ほんと、アッコみたいな落ちこぼれはおとなしくしてるのが一番よ。そうですわ。あ
もう言いたい放題。いつかギャフンと言わせてやるんだから。それにしてもなんで呼ばれたんだろう。何？やっと来ましたか。なぜ呼ばれたのか分かっていますね。この前夕食のつまみ食いをしたから。それは本当の話ですか。え、初耳です。あなたはまたそのようなことを。さっきのは冗談っていうか、その…黙りなさい。今回あなたを呼び出したのは、魔法で学校の備品を壊したとバドコック先生に聞いたからです。なんだ、そっちだったか。なんだ、じゃありません。すみません。罰として倉庫整理を考えていましたが、そのくらいでは足りませんね。そんなことないですよ。いいえ、そうですね。あなたには図書室の本整理をしてもらいます。夏休み中にきっちり本整理をしておくこと、わかりましたね。新学期までに本整理を終えていないときは覚悟しておくように。はい。もう一人のルームメイトのスーシーはちょっと意地悪なんだよね。特に最初に会った時の印象は最悪。でもそんなに悪い子じゃないっていうのはすぐに分かったけどね。スーシーって言ったらなんと言っても毒。それにキノコ。ルーナノバに来たのも猛毒を手に入れるためだって言うんだから筋金入りだよね。中でもキノコが好きみたいなんだけど、その理由は私にも分かんない。私はキノコを食べるのは好きだけどね。そういえばスーシー、部屋に帰ってくるの遅かったけどどこに行ってたの。ちょっとやぼよでね。そういえばアッコ、報道部の号外はもらった。ルーナノバの七不思議ってやつ。うん、寄宿舎は今その話で持ちきりだよ。そうなんだ。まあただの噂だと思うけどね。そうとも限らないよ。え、どういうこと。どうもこうもそのまんまさ。噂じゃないってこと。まさか。あ、でも号外の記事を確かめに行った子もいるって聞いたよ。物好きな子もいるんだね。おい、あ、何。別にアッコにだけは言われたくないだろうなと思っただけ。この子はルームメイトのロッテ。ルーナノバに来ることができたのもロッテのおかげなんだ。ロッテは優しくて物知りなんだよ。私がわからないことがあったら大抵のことは教えてくれる。そうそう、ロッテの家は魔法道具屋をやってるんだって。だから古い道具についてる精霊と話をすることができるんだ。すごいよね。私もいつかロッテみたいに精霊を呼び出せるようになるかな。ラー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 。なんちゃって。図書室の本整理の罰当番。夏休み中に終わらせておかないと下手したら退学になるかも。自得でしょ。元はといえばスーシーがバドコック先生の授業で私に変なドリンク飲ませたからじゃない。眠気を覚
ましてやっただけだよ。魔法が暴発して備品を壊したのはアッコでしょ。うんうん、あれは絶対スーシーのドリンクのせい。まあまあ、二人とも落ち着いて帰省の準備が